サプリマリで。今から目のトレーニングに行きます。去年ボールを追う力っていうかな、ちょっと調子悪い時期があって、ちょっとそれを克服したいと思って通い始めて、すごい調子良かったんで続けてます。これからやっていく、はい、ダイハードというサイコロのゲームは、はい、トレーニングを使いまして、ボールをしながらこう筋肉を動かすっていうトレーニングになります。5513トレーニングが終わりました。はい、やっぱ難しい、めっちゃ難しいわ。いただきます。はい、おはようございます。ただいま酵素風呂に向かっております。酵素風呂って何なんて思ってる人が多分結構いると思うんですけども、病気になったり体調を崩す時って結構体温が低い時が多くて、免疫が高い状態っていうのは体温が高い状態だったりするので、体温を上げに行ってるっていう感じかな。はい、終わりました。やばい、めっちゃ暑い今日。最高。はい、おはようございます。今日も今からストレッチしてもらいに行きます。はい、終わりました。今日は朝から散歩してたのもあって股関節の動きがいいと言われました。はい、今から散髪に行きます。今回ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おはようございます。今8時40分です。今日はちょっとやりたいことと考えたいことがちょっと山盛りにあったので、こもってちょっと一日やっていきたいなと思っております。何をやるのかというと3つあって、1つは僕の YouTube の動画を編集マンに編集は依頼してるんですけど、まあ、数ある動画の中からまあ分かりやすいようにある程度整理してまとめてギガファイル便で送ると、それが1つ目。2つ目は、まあ、僕の同じ YouTube っていうのは生活の一部を切り取って、まあ、Vlog みたいな感じで配信してるんですけど、まあ、それ以外にも、皆様に何かもっといい情報とか何かいいこと伝えることができるようないい企画はないのかなっていうのをちょっと考えたいなと思ってます。で、最後3つ目が、まあ、こういうコロナの時期で、本当に苦しんでる人が多いっていう現状の中で自分が何かできることはないのかなっていうのをすごく思ってて、こんな爆速でって言ってるのに何も行動してないのは自分の中ですごい嫌だったので、何か行動したいなと思って、苦しんでる人のために一緒に何かできることがないのかっていうのを考えたいなと思っております。はい、やっていきます。一日頑張りましょう。
That shit was amazing. Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives. Just staring at the screen every day and night. はい、帰ってきました。すごい。食べていきます。いただきます。うん、めっちゃうまい。はい、おはようございます。久しぶりに、クラブハウスに行って、ちょっと自主練をします。着きました。はい、お疲れ様でした。久々の小平、楽しかったです。まあ、とりあえず行きます。帰ってきました。はい、今回も見ていただいてありがとうございました。いよいよ新しいシーズンが始まろうとしています。26日からは沖縄キャンプもスタートしますし、また1年間の厳しい戦いが始まろうとしています。今はワクワクした気持ちでいっぱいです。本当に強い覚悟を持ってこの FC 東京っていうチームでプレーすることを決めましたし、サッカー選手として飛躍の1年間になるように強い気持ちを持ってプレーしたいと思ってます。それと同時に、このコロナによって僕たちサッカー選手も去年1年間はハードスケジュールで厳しい戦いでしたけども、まあ僕たち以上にこのコロナによって仕事を奪われたりとか生活が苦しくなった方っていうのは本当に多くいらっしゃると思うので、まあそういう方たちのサポートだったりとか、何か僕にできることはあると思うので、何か行動していきたいなと思ってます。本当に実りある1年間になるように楽しんでいきたいと思います。はい、一緒に頑張りましょう。また来週見てください。ありがとうございました。さよなら。